バンコクイコール前田武郎、ソイコール岡部雄次郎、河野防衛省は17日。バンコクで、韓国の提携とチョン・ギョンド国防省と会談した。執行が23日に迫る日韓の軍事、情報包括保護協定、グソマイヤをめぐり、両氏はこれまでの主張を、議論は、平行線に終わった。会談では、 河野氏が防衛当局間でも非常に厳しい状況が続い、韓国側の懸命な対応を求めると述べ、グソマイヤ継続を促した。韓国側の発表、帝氏はグソマイヤの終了決定は、日本が輸出規制措置を取ったことによる不可避な選択だったと、日本に輸出管理厳格化措置の撤回を求めた。 日韓会談の後、エスパー米国防長官も含めた日米韓防衛省会談も行われ。3市は北朝鮮の最近の弾道ミサイル発射などについて協議会談後には情報共有を含む3カ国の安全保障協力の促進を明記した共同声明を発表した。河野氏は日米間会談 北朝鮮問題で、期待期待のない意見交換ができたことは、非常に有意義だった。この日の一連の会談でも、日韓の対立は解消されず、グソマイヤは失効するとの見方が強まった。